赤ずきん。昔々、あるところにとってもかわいい女の子がいました。おばあさんにもらった赤いずきんをいつもかぶっていたので、赤ずきんと呼ばれていました。ある朝、お母さんが赤ずきんに言いました。病気のおばあさんにお菓子とぶどう酒を持って行ってちょうだい。寄り道をしないで気をつけていくのよ。うん、わかったわ。お母さん、行ってきまーす。赤ずきんは元気におばあさんのお見舞いに出かけていきました。森の中を歩いていくと、赤ずきんは狼と出会いました。やあ、赤ずきんちゃん、どこへ行くんだい？狼を知らない赤ずきんは怖がらずに答えました。おばあさんの家にお見舞いに行くの。それを聞いた狼は、考えました。うっひっひ。赤ずきんを食べたらどんなに美味しいんだろうな。よし、ついでにおばあさんも食べてやろう。そこで優しそうに言いました。お見舞いに行くなら花を摘んでいったらどうだい？きっとおばあさんが喜ぶよ。見回すと、あたりにはきれいな花がいっぱい咲いています。赤ずきんはお母さんの言いつけを忘れて、道を離れ、花を摘み始めました。しめしめ、今のうちに先回りだ。狼はおばあさんの家へ急ぎました。そして、いきなりドアから飛び込み、ガーッ。狼はおばあさんに襲いかかると、大きな口でばっくり、一口に飲み込んでしまったのです。うひひ。今度は赤ずきんを食べてやろう。狼はおばあさんの服を着てずきんをかぶるとベッドに寝転びました。その頃、赤ずきんはようやくお見舞いのことを思い出し、おばあさんの家へ向かって急いで歩き始めました。おばあさんの家に着くと、赤ずきんは明るく声をかけました。おばあさん、赤ずきんよ。お見舞いに来たの。でも、返事がありません。よく見ると、おばあさんの様子がいつもと違います。まあ、おばあさんの耳はなんて大きな耳なの？それはお前の声をよく聞くためさ。おばあさんのふりをした狼が答えました。まあ、おばあさんの目はなんて大きな目なの？それはお前の顔をよく見るためさ。まあ、おばあさんの手はなんて大きな手なの？それはお前をしっかりと抱きしめるためさ。それにおばあさんの口はなんて大きな口なの？それはね、お前を食べるためさ。言うが早いが、狼はわっと手を伸ばして赤ずきんをごっくん。一口で飲み込んでしまったのです。お腹がいっぱいになった狼は、そのままベッドで眠ってしまいました。グーグー、グワワ、グオー。そこへ狩人が通りかかりました。おや、なんて大きないびきだろう。おばあさんたら、具合でも悪いのかな。狩人が家に入ると、狼がお腹をぷっくりと膨らませて眠っています。さては、狼め、おばあさんを食べてしまったな。でも、今ならまだ間に合うかもしれない。狩人は大急ぎでハサミを取り出し、狼のお腹をジョキ、ジョキ、ジョキ。すると、赤ずきんとおばあさんが次々に飛び出してきたのです。ああ、怖かった。ええ、狩人さんや、ありがとう。それから三人は、狼のお腹に石を詰め込みました。目を覚ました狼はそのまま死んでしまいました。赤ずきんの持ってきたお菓子やぶどう酒のおかげでおばあさんもすっかり元気になったんですって。おしまい。